今日はですね、この極太腸管、F 管ですね、二尺七寸っていうのか、これを作る全工程っていうのをやってみたいと思います。で、蓄財はこちらにありまして、これがですね、ちょうどこう並べますと、こういう感じ。こう、一番上、歌口、まあ、ここ合わせたとして、こう、節もね、大体同じような位置にあるでしょ。これ、節またぎになってますね。節またぎ。一番ここが、だから、下の節1個落とすと大体同じのができるんですけど、それで、これは F っていうか F シャープなんですね。ちょっと高めなんですよ。シャープ、F シャープちょい低いくらいかな。温まると F シャープぐらいな感じですね。で、まあこういう感じで結構よくなるんですね。いわゆるほ、あの、あの、同曲みたいな、こう、ツロメリとかよく出るでしょ、これ。いわゆるね、わたつみ先生のわたつみ感、に、こう、のようなものなんですね。まあ実際、渡住管を参考に作ってますんで、それを今日は作ってみようということなんですね。それで、まあこれですね。まあ同じようにこう、節またぎで。これいわゆる節またぎじゃなければ、二尺一寸ぐらいでこう、作れるんですね。なんかここから言うと12345678でしょ。で、この長さで二尺一寸、それも面白そうなんですよね。二尺一寸ぐらいでこうちょっと極太だから面白いものができると思うんですけど、まあ今日は F 管で、だからこれは多分 F ぐらいいくと思うんですね。ということで、じゃあ、まずですね、もう蓄財はこれだということで、で、もうここもね、もうこれで ここなし、切らないっていうか、もう、根っこのあるやつあったかな？ちょっと待ってください、また。もう用意しときゃいいんだけど。こういうんだと、まあ、これでと、12345678。これは、何寸いくのかな？ 2 色。ちょっとわかんないですけど、まあ、こういうね、土がもうまだ入ってますけど、こういうところをまず切るんですよね。なんか、その作業はもう今、ないわけですけど、これね、土があるところはね、今のところ、これは竹引きの子で前買ったやつなんですけど、で、これで切ってるんですね。で、実際の、こう、作るときはこっちの、これなんて言うんだったっけな。レザーソーだっけ。まあ、分けてますね。これ土があるんで、ちょっとこっちを使うと、こう傷んでも傷みますからね、やっぱり、ね、土切るとね。まあこれはこれで、ちょっとこっち貼っといて。ですから今これがもうこっちはもういいわけですよ。するとまずこっちですね、ここですね、ここ切ります。で、あれ、よいしょ。紙テープ、ちょっとこう下に向けようかな。こういう感じ。
紙テープをですね、ここのあの、こう、節あるじゃないですか、節の上にこう、太いからな、これ。こう巻きますね、こう、ちょうど節の上ですよ、これ。こんなもんかな。こういう感じね、こう巻きましたと。そうすると、ペンどこ行ったかな、ペン。ん？またないぞ。あれ？ちょっと待ってください。ん？あれ、どこ行っちゃったかな。ありました、よいしょ。もう準備して始めろって言うんですけどなんだかね、まあちょっと今ね、あの分かりやすいように、あれちょっと上向いちゃったかな、上向きますね、よいしょ、これ止めた方がいいかな、よいしょっと、グッと、このですね、こう節がね、今ここが節ですよね、ここが節、こう、まあ節大体2本あるじゃないですか、こういう感じね、このくらいの感じで、でここよりちょっと上なんですね、上を切るんですよ。あ、だからね、これじゃあ、テープが足りない。もうちょっと上まで巻きますね。よいしょ。でちょ今、ここが節でしょ？少しね、余裕持って、このくらいできるんですね。このくらいなんで適当ですけどでこのこうノコギリね、ノコギリ、それでこれ切るときに、まずは後でいろいろ角度つけますけど、まずはまっすぐですね、こうまっすぐっていうのはこう当てがって、この箱のこの線とこれが平行か、あとこの傾きがないか確かめながら、こうかな。ちょっとこっちか。このぐらい太いと下までいかないんですね。これでもう当たっちゃう。ここにこう、ちょっと出っ張りがあるんで、これね、こういう風になってますんで。でしょうがないから、こうちょっと回して、ね、これまだね、これで切れましたね、こういう感じ。そうするとですね、ここの、あ、またノギスが、ちょっと待ってください、もう準備しとけって言うんですけど、ここにあった。よいしょ。もう今切ったちょうどここ大体あるかな、このここをね測っとくんですよ、こう大体ね、こう30、35だな、まあややその35、ここはね、結局、この節が残っちゃうから、ここで測れないんですよね、この空いてる穴は測れるけど、この内側はもっと広いから。で、今35だったから、まあ、どっかね、まあこれな、ここに書いとくのね、忘れちゃうから35、ね、35どっか書いて置いときます。
さてですね、そうすると今まあ一応このここが少し残ってますね、こっちからこういう感じね、こう、あ、ここちょっと穴開いてるな、こんな感じですね。こうだからここにこうなんていうの、ちょっとへこんだお椀じゃないけどへこんだ形をが残るぐらいに切るんですね。だからギリギリ切るんじゃないですよ、こう少し残して切ります。そうしますとですね、まずは、節を抜くんですけど、竹笛を作る全工程の中でね、先になんか切っちゃったのね、あの歌口を、歌口切って抜くとちょっと危ないじゃないですか、だから、まあ、間違えちゃったと思ったんだけど、抜くのはですね、これあのやはりこのなんだっけ、ステップドリルってやつね、ステップドリル、これもう太いからまあ20で抜いてもいいんですよね。あれ、こういう感じ、ね、これ抜くときこうなんて言いますかね、こうどっちを表にするとか、こうちょっとこう曲がってる方向をこう見てだいたい決めますね。そうすると一応ちょっと印しといてないかな、あれペンあった今見えますよね、これ こっちがこんな感じかな、この辺かこういう感じ、こっちは表と、あとそっちに近いようにこうね、あの上の方っていうかちょっと上に寄せて穴開けるんですよ、このぐらい。これで全部開けると20ですから、ちょっとこういう感じですね、こういう感じ、こっちの方が見やすいか、ね、こういう感じ、太いですからね、もう全然これそれで、次は節を抜きます。節をね、ちょっと上げて、ね、こういうこう板をね、板あるじゃないですか、こうこれじゃあこうかこう板を置きまして、ここはね今後でこう磨くから大丈夫ですね、これ板の上に置けば傷はそんなつかないと思いますんで、ねよ、ああそうか、ちょっとすごい部屋が散らかってるのが分かっちゃいますけど、グイッとこうやんなきゃしょうがないね。ね、ここを結局これで抜くわけですね、この例のこういうホームセンターでよく売ってる、これ全部ネジなんですよ、一本ネジなんですね。ちょっと建材っていうかどういうふうに使うのか私は具体的にはよくわかんないですけど、でこう抜くわけですね。でちょっとねこう体勢で椅子の上に座って、それでできましたらねちょっと手袋かなんかした方がいいと思うんですね。ちょっと待ってください、こうこのちょっとごっつい革手袋、こうキャンプ用品こういう感じですね。でこれ結構危ないんですよね、こうゴツンとかやると
なんか手が危ないですけど、まあ軍手でもいいですけどね。これで、あら節が偉い。普通ね、物によるけど、なかなか抜けないやつがあるんですよ。もう1個目で偉い簡単に抜けたな。大丈夫かな。節のね、節。こう、今、こう、節の、これでこう、こう、各方向に向けてこう、これで、ある程度抜いとくの、こう、ポンポンって。でも、なんか、簡単に抜けちゃったな。あ、次はどうだ。あ、抜けそう。あら、なんかパソコンがポロンとか言った。うん、こっちはちょっと硬いですね。うん、硬い。ちょっと立って。ここもここもそのこのね、こう四方八方っていうかこうつついて、なるべく節をね落とすんですよ、この段階で。爪この辺になるとこも手袋ないと危ないですね。いやーもう、汗かいて、半袖、いきなり。いや、こんな硬いの初めてですよ、もう、本当に。今ね、もう、なんとか抜きましてね、外行って、コンクリートの上で、やっぱ、下が硬い方がね、抜きやすいですね。いやーもう、びっくり。一番上は、あっさりね、ポンと開いちゃったのに。これ、いわゆる竹笛ですね。こう、そういう細いやつでやる場合、あんまり硬いとね、こう、節抜いて、なんか竹が割れちゃったりすることもあるんですよ。まあ、こういうものの場合は割れちゃったらもう諦めてね、また別ので作ればいいんですけど。いや、割れるかと思って、ヒヤヒヤでしたね。で、まあ、一応今、抜きました。抜きましたっていうのは、ここ行って。ここまで抜いたんですね。これ、あと、ここはまだ残ってますよね。この下がね。で、ここはどうやって抜くかですね。まあ今、一番上はまあ最初開けて、ここ。だから、1、2、3、4つ今抜いたってことですね。ということで、ではですね、ちょっとまた下向けて。よいしょと。いやいや。ああ、いきなり汗かきましたよ。くしゃみまで出ちゃう。そうしますと、今度はこう下ですね、かんじり。下向けを。なんかいろいろ。ここも、やっぱり、これで、まあ20ミリで開けて大丈夫ですね、ここはね、もう。ちょっとこういう斜めで。まあこういう感じですね、ここ真ん中に、これ開くかな。
まあまあ。よくですね。こういう感じ。これね。この、やっぱカインズで買ったやつなんですけど、これね、トルクかけて、こう、あんまりね、こう、硬いと動かなくなっちゃうんですけど、それ、無理してやってると、やっぱ壊れちゃいますね。一個壊れちゃって。だから、無理だなと思ったら少し抜いたりして、この辺ね、この辺から、まあまあ、今これね、こう20まで全部入りました。ここまで。少しこう、抜きながらこう、無理かけないで。はい、ここで。まあ、この、こう、円錐状というか、円錐状に今、穴開いたわけですね。そしたら、あ、これね、こういう、すぐにしまっとかないと、これは形でわかるけど、何ミリとかいうのを、出しっぱなしにすると、どれが何ミリかわかんなくなっちゃうんで、でもうね、これ12だ、20だけど、まぁ、ちょっとね、小さめ、これ、11ってのがあるけど、これは竹用ドリルじゃないんですね。これは竹用ドリル。竹用ドリルはこういうふうに竹用ドリルって書いてあるんですね、この。で、こっちは木工用かな？木工ドリルって。これはこれで、これは、指穴開けるとバリ出ちゃいますんでね。で、これの14ぐらいでいいよな。まあ、これでこう通していきますね。見えますね。こう。無理しないと。まあ、ここまでこの節まで抜けましたね。まあ、これが14か。入れ物をちゃんと しまいますね。もう18。あ、この辺に物がいっぱいあって、よいしょ。今14だったら、なんか物がいっぱい。あ、これ18なんですよね。これちょっとまた、カインズマークですけど、18ミリ。だから一気に18いくより、今14だから、これは15か。15ね。15。よいしょ。15。で、16とか持ってなくて、次が18になっちゃうんですけど、16ぐらい持ってたらいいな。これ18。よいしょ、こんな感じ。おっと、あ、これは きついな。ちょっと逆走、あ、これは難しいな。少しずつ、あら、ダメか。加減していこう。
あ、こう、あ、いやいやいや。あと、これ、ここであの、力がかけすぎると、もう、あの、モーターが壊れちゃう。よいしょ。あと、ここまでは開きましたね。ここまでね。それでここをどうするかだな。届かないよな。ちょっと届かないもんな。まあちょっととりあえずしまって。さすがにあの竹笛作り全工程よりは長くなると思うんで、あの。場合によってはちょっと半分ぐらいずつにしちゃう可能性もありますけど、ねもう一つちょっと待ってください。このここに北海道貼った。足が冷えるんですよ。もう年取るとダメですね。もう若い時はもうね、ね、あ、もうポカポカしてて、こう裸足だったんですけど、まあいいや。ここまで抜くのに、これ今15ですけど、このボッシュの方のやつね、これ昔から持ってて、これやっぱ届かないか。こっちのが長く届くんですね。こうちょっとね。でも届かないですね。だからまあ、これね、ずっと使ったら、やっぱトルク弱くなっちゃったんですね。なんか、電池変えたんですけどね。で、やっぱね、ここも抜きたいんで、これはもうあれだな、長いのがないかな。なんかあの、こういう手で増せるのあるじゃないですか。ああいうのも買っといた方がいいですね。まあ、今ないんで、出てくる。どうやって抜こうかな。やっぱこれで開けるしかないですよね。ここもね。ここ硬そうだな。あ、開いた、あれ、あ、そうか、さっき抜けたんだ。抜いたんだ。あ、抜けてる。あの、これでここまで抜いちゃってました。なんだか、もう、何やってんだか。ちょっと、中覗いてみよう。あ、一応通ってますね。うん。いやいや。向きを狙ったわけじゃないですからね。だから一応取ってる。うん。それで、ここがね、もう20でいってもいいと思うんですね。大体、もうこんな太いとね、やっぱり少なくとも20は空いてないとあれなんですよ。これ。これが20だ。20ね。やっぱり木工ドリルね。木工ドリル。これ通るかな。これはちょっと。もうちょっとでかいドリルだ。やっぱさすがにこう、きついな。竹ぶりぐらいならもう全然これでいけるんですけど、太いのになるとさすがにきついか。あ、ダメだ。これを動かない状態でこうやってると壊れちゃうんですよ。あれ、うん、あれ、逆転。ダメでした。ヤスリで広げます。
いろいろあるんですけど、これ入るかな。これ前にもお見せしたすごい目の粗いダイソーで100円の100円。これどうか、ああ、いい感じですね。こういう感じになるから、ね、こういう、こう、ちょっと丸いでしょ、こう、丸くなってるから。これちょうどいいな。これいいね、これ。100円。これでいくと、ここもまあまあ、なんとか届く感じですね。これはいいですよ、これ。100円。まあ、やや広げとってですね。あんまり最初から全部は落とさないんですけど、ある程度もう、今までの感じで、この辺もね、そこそこ、だからまあ20ミリぐらいには広げといても全然問題ないですね。こういう感じ。あ、たたた。これね、本当に軍手だな、軍手。まあいいや、もう。今いいや。軍手した方がいいです。しとこうかな。どこ行ったかな。あれない。まあ今いいや。いや持ってきます。もう軍手。いやいやいい、軍手です。軍手汚いけど。このヤスリ本当いいですよ。もうよく削れるの。これのね、もっと細いのとか欲しいですね。今度探しに行こうかな。感じですね。まだ最終的にはもっとこう、おお、すごい出る。こう吹いちゃうかな。ぷっと。まあ、大体、ちょっとこう、今、覗いてますけど、まあ、こんな感じで。それでですね、今くしゃみが出そうだった。明るい方で見たから。それでさっきもちょっとこうどっち表とかこうやったんですけど、くしゃみ出ました。こういうのはカットした方がいいんだけどね。ここからカット。鼻をかみましたんで。で、こういう感じですね。こう、なんていうの、ここからこう覗く、もうちょっと上、よいしょ。こう覗く感じで、こう長いからもうあれだけど、やっぱね、ちょっとこう、上に沿ってる方がいいわけですね。こう正面をこう決めるわけですよ。さっきのこの、さっきつけた、この線で大体合ってますね。テープどこ行ったかな。あったあった。これ見えますよね。テープ。この線に合わせて、ちょうどこう、真上、見えるかな。まあ、端っこ入ってますね。あららら、取れちゃった。ちょっと押さえておいて。
真上、真上。まあ、後でね、実際に穴開ける前にまたよく見て修正しますからね。あ、でもまあ、大体合ってるように。で、こう、ちょうど入ってますね。ここ、ちょうど入ってるな、この。iPhone、広角ですね、こう。よく入るな。で、こういう、一応こっちが表ですと。そうすると、さっきのこれね、ここ見えますかね、こう端っこね、線があるでしょ。その、ここもっとはっきりさして。さて、こっからですね、いきなり切りますよ、もう。ここね、やっぱり、まあ、初めてやる方はね、やっぱりすごくためらうと思うんですけど、この、歌口切るんですよ。これどうかな？こう、もっとこう、こんな感じ。こう見えますよね。ね。それで、ここがですね、こうちょうど真ん中、ここ線が引いたでしょ？これ線。それに、これもね、大体で、ここ節ですよね。ここ黒いとこ節ですよね。節。節より、少し下ですね。もう適当なこと言ってますけど。で、こうね、指をこう当てて、15度ぐらい。これぐらい30でしょ。だからこの15度。で、こう切っていくんですよ。歌口ね。これ途中でためらうと段がつきますんで、ここだなって決めたらこう、決して、ためらわず、スンと、ああ、もう動いた。あ、ダメだ。よいしょ。ためらわずにですね、スッシュッと。多少いびつでも後でどうせ修正できますから、はい、切れました。まあ、こんなもんかなって。で、これ今ね、こう、ちょこっとこう、へこみがあるでしょう。だからまあ、これ切った具合によってね、もっと深かったりとか、浅かったりするんですよね。でもそれもね、まあ、どうせ後で修正するから、これもね、それで、まあ、ちょっと凹んでんじゃないですか、この。とね、これもまた適当なこと言ってるよね。これ見えます？見えますよね。見えますね。これ、ちょっと残してるぐらい？ちょっと、5ミリぐらいかな。1センチはいかないもんな。こう、ちょっとこっちやれば、こう、見えますよね。ちょっとこう、こっち向けようかな。ちょっとこう残して、だからこのちょうど切り欠き、これで言うと切り欠きがちょうど消えるぐらいの位置に持ってって、で、これもね、また目分量なんですけど、こうまっすぐ、ここの箱のこれに対して平行であると、それからこう、これは垂直でしょ？ちょっとこう、これも15度ぐらい。本当かな？気持ちいい。で、こう、やっぱりまっすぐに。これがまだ太いから、ここにこう、引っかかっちゃうんですよね。で、気をつけながら少しこう回して、こっちもちょっと、あ、取れた。まあまあ、こんな感じですね。まあこんな感じかな。これちょっとね、あ、そうか。上向けなきゃ。
ああ、また散らかった部屋が。こ、やっぱりこっちがちょっと低いでしょ。まあ、こんな感じかな。ちょっとこう下がってて、ここ割と鋭角なんですね。さっき15度って言ってて。で、これは、綿積み感を真似してるんですね。この感じ。それで、内側が、もうこういう感じでしょう。ま、こういう、こうなってますよね。こんな感じですね。これいい感じですよ、これ。それで、ぐいっと。ほんだ、ここをね、この、ここをちょっと削るんですよ。これはね、やっぱりこういう丸いのね、こっち丸い、こっち平たい。これはそうですね、そんなに荒くないんですね。こういう感じ。ちょっと見えにくいかな。ここに対して、こういう感じですね、この。歌口の裏側を、削るってことなんですね。これは結構残ってるから大変だな。これちょっとこれはこのダイソーの荒いやつでちょっとこれだとザクザクある程度のとこまで。だからちょっとね、こう、内側ぺったりじゃなくて、ちょっとこういう角度ですよ、こう。ね。あの、内壁がにぴったしじゃなくて、ちょっとこういう、あと図出しとこうかな、なんか。あまりやりすぎるとまずい。見えてる？多少こう形整えて、まあ後でまた整えますけど。大雑把に。いや、これ100円役に立つよ。こんなもんかな。それで今度は ここのいわゆるこの歌口のこう何て言うんだろう、面ね、ちょっと、もうだちょっと割と最初から整えちゃうんですね。これ40番ね、粗い、すごく粗い、紙やすりです。で、こういうゴムとか、こういうね、ブロックでもいいんですよ。これも100円ショップで買った。これ当てがってもいいし。で、ここの、ここですね、この歌口のとこ、ここまず、ここでね、こう面にピタッと当たる感じがあるんですよ、ピタッとね。
うん。よいしょ。で、こっち側もね、この顎あたりの方も、だいたい。で、ここの縁ですね、この、後ろの縁もこう。ここの角度ね、うまくいかってないと思ったら、ここで調整するんですよね、こうちょっとこっちやるとか。まあ、今、ちょっと。平らな面で、うん、そんなにあれじゃないな。で、これどっちにせよね、ここかなり落とさないと、顎あたりですね、後ろ側、この後ろ側を、どっちみちこれ、かなり落とさないと太すぎますからね。いや、それこそこれはあれだな、もう、この例のまた100円の粗いヤスリで、もう削っちゃった方がいいかも。もう気をつけて、他のとこ気をつけて、傷つけないんで。時々こう見て、これちょっといびつになっちゃいましたね。こっちがちょっとこっちが低くなって、こっちをもうちょっと削る。もうちょいだな。まあ今ね、こうなって、ここちょっと落としたわけですね、顎。まあ、だんだん整えていきますから。でね、これ音出ると思うんですよね。なんかまだ出ないですね。もうちょっと形を、もうちょっとやってみますね。
ちょっと低いですね、だから。うん、こっちがこれぐらいで。うん、まあ、だいたい。ね、もうちょっと、今、ここが、40番、次、60番ね、60番で、だんだん整えていきます、こう。見えてなかった。ごめん。こうやんなきゃ。これ60だからまだ粗いんですよね。120、だんだん60の次は120とかこう、まあ、さっき40ってなったけど120に140とかこう、まあ、倍々でいけばいいんですね。120番今ね、こう、図をちょっと出します。ま、前にも出した、こういうイメージで作ってるんですね。ここ内側にこうちょっと段があるんですけど、こういう感じなんですよ。それで、120までいったんだよな。次、240。240って言うともうね、だいたいツルツルになりますよ、もう。まあ400までやるんですけどね。この顎あたりなんかもう240以上やっても、どうせね、ツルツルにしてもね、後でだんだんツルツルじゃなくなっちゃうから、顎あたり、あんまりツルツルじゃなくていいでしょう。まあ、滑るようなことはないけど。まあ、見えてますね。まあね、あとまだ、今ざっくり形整えてて、後でまた微調整はもちろんしていくんですよね。で今このくらいの深さになったから、最終的にもうちょい深くなっちゃうんですよね。あ、そうだ、もうちょっとそこもやってみようか。で、400。もう400で以上やんなくていいですから、800とかやってね、下手らしてもいいですけど。でもうここはもう400までで、あ、ちょっとこう段ついてるな。
チョコ段ついてるけど、ノコギリの最初のあれですよ。やっぱり、ちょっとためらいがあるから、角度変わっちゃうんだよね。それで、こういうのもね、後で、また磨きますんでね。まあ、今はとりあえず。そうするとね、今度は、内側の、これ、こうちっちゃいの作ってるんですね。これ60なんですけど、60ね、60。これ今ね、こう、今、こういう感じに大体なってるんですけど、ここ、こう、内側の、まず、こう手でいいんですけどね、こうやって、シュッシュッとこう、整える感じ。歌口のこの裏側ですよね、このちょうど裏側。ここ、こういう感じで。60番。そっか、120番。120番どこ行った？これ120番だ。こっちを書いてあるけどよく見えないですよね。こういう感じで裏側をこうちょっとこするんですね。こう。で240。240、これはよく見える。それで400。今もうちょっとこう歌口ちょっとこう出てきたでしょ。このへこみがね、三日月っていうか。400でこの裏側を、これも、400ってもう仕上げみたいな、これ、そんな削れないですから、それでここの、エッジですね、尖ってるとこ。ここ自体を、軽くなぞ、こうなぞって、少し丸みを帯びさせるわけね。こう軽くなぞる。すっすっと。で、まあ、こういうような、形になりましたと。で、この辺まだね、ちょっと高いですね。いろいろ形を整えていくのに。どうしようかな。先やっちゃった方がいいかな。ちょっと弱いですね。この辺りをもうちょっと落とします。形をこの粗いやつね、この100円の。確かめながらやらないと曲がっちゃったりしますんで、
もうちょっと節抜かないとダメですね。じゃあ、これでいいか。今度はですね、こういう、こう、棒ですね、こう、棒、木の棒。やっぱカインズで買ったんですけど、これリューターとか言うじゃないですか。その先がつけてあるんですよ、こう、穴開けてね。こういう穴開けるんですよ、穴。穴開けて、こう差し込んで、接着剤で貼ってあるんですけど。届かないから、このさっきのあの抜いたやつね、この抜いたやつ、これでよいしょ、これここのね、腹ですね、これギザギザしてるから、ここでこう擦るわけですよ、この。ここ今ここの節をこすってですね、で今度は今その次、またその次、今このね、粗いので
形をまず整えようとしてて、こういう感じですね。こっちが顎ね、これでかなり落として、こうやれば見る。こういう形。これ結構落としたでしょ。こういう感じね。それで今、もうちょっとね、こっちって、この上の節、割合抜けてる感じなんですよ。でこの感じりがね、もっと広くていい感じり、さっき20で開けましたからね、もっと広げてみようかなと今。今ここを少し広げてるんですね。こう感触でわかるから。感じにね、あーもう結構時間経ってますねこれ。だんだん広げて、結構時間経ってるから、多分後編に続くになります。